アンシア研鏡とは、顕微鏡を用いた観察において、観察資料による散乱光を観察することにより、高コントラスト、超微細構造の観察を行う技術のこと。光学顕微鏡や電子顕微鏡で用いられる手法。アンシア研鏡を行うことを目的としている、光学顕微鏡のことを、アンシア顕微鏡と呼ぶ。一般的な光学顕微鏡の場合、照明光の色。 電球色、暖色系の白色などの明るい背景の中に置かれた資料が光を遮り、背景より暗い様子を観察する。一方、アンシア研究は、大物レンズに光が入らないように斜めなどから照明し、資料が散乱した光を観察する。この場合、暗い背景に明るい資料が浮かび上がって観察される。この証明法のことを、アンシア証明と呼ぶ。 この方法で観察するためには、光学顕微鏡に専用の暗視やコンデンサーを取り付けて使用するのが一般的である。生物顕微鏡の場合、安価な乾式コンデンサーとより明るい照明ができる油芯コンデンサーが入手可能である。また、位相差コンデンサーを利用して暗視や観察するテクニックもある。学習用顕微鏡や実体顕微鏡などで、 観察している資料に、真横から、懐中電灯などで光を当て、アンシア観察を体験することもできる。アンシア研究による黄色症状場への肺の観察例。名視野では観察しづらい、微小構造が見えている。アンシア研究は、低コントラストである資料や、超微小構造を、微小病原体、微小スクラッチ症の確認を勘弁かつ安価に行うことができることが、 最大の利点である。また、蛍光染色のような操作も必要ないため、操作によるアーティファクトも発生しない。ただし、暗視や照明法は微細構造を観察しやすくするに、過ぎず、解像度自体は向上しない。解像度は、開口数の大きさに従う。なお、暗視や県境では、 公開交数成分の光のみで照明を行うため、あまり公開交数の大物レンズを用いることができない。また、厚みがある資料については、基本的には使用できない。さらに、機器の制限として、明るい像を得るためには高輝度の照明が要求される。暗視や照明の模式図、青紫部分が遮光されている。 アンシアコンデンサの遮光スリットプレパラート状の資料は、照明光に対して、散乱、解説、反射を起こす。アンシア照明では照明光は、公開光数成分に限られるため、基本的には、この散乱光が、対物レンズに入ることとなる。アンシアコンデンサは、基本的には、通常の顕微鏡用コンデンサの絞り羽根がある部分に、 日の丸状の遮光プレートを取り付けたもので、簡便な構造であるために比較的安価である。可視光を用いる光学顕微鏡では、分解能は、理論的に光の波長によって200ナノメートル程度に、制限される。分解能より近接したに物体を見分けることは、できなくとも、分解能以下のサイズの物体を検出することや、分解能以下の動きを検出することは可能である。 アンシア顕微鏡は、高コントラストの像が得やすいという特徴から、しばしばそのような微細構造の検出や微細運動の検出に使用される。このような先端的なアンシア観察のためには、アンシアコンデンサーが用いられるばかりではなく、レーザー遮光照明、光の全反射によって海面に形成される、エバネスセント状による照明、 塩水レンズによる照明など様々な照明方法が用いられる。簡単に高いコントラストが得られる手法として古くから使用されている。近年は無染色で微細な生態構造や運動を観察する方法としても用いられている。例えば光源として超高圧水銀ランプを用いることで直径20ナノメートル程度のセミ構造の観察に用いられたり、 または高輝度照明との組み合わせによる超高速イメージングなどにも用いられている。類似手法として斜め方向からの照明を行う車車照明がある。これは照明の方向性を暗視や照明とでも言うべきもので通常の名刺やコンデンサに車車照明機構を組み込みワンタッチで車車照明モードに切り替えが可能なものが存在する。 位相差顕微鏡用のコンデンサと低回光数の対物レンズ等を用いると簡単にアンシア検鏡が実現できる。蛍光顕微鏡での観察は背景光をカットアウトして冷気光のみを観察するため必然的にアンシア検鏡を行うことになる。操作型電子顕微鏡では解説波を選択的に検知して 高コントラストで二次電子を観察する手法をアンシア観察と呼ぶ。対物絞り位置を調整し、電子線を変写して操作するなどの手法を用いて行う。また X 線写真撮影においては、X 線の屈折を検出して、高コントラストで対象を観察する手法を X 線アンシア法などと呼び、研究が行われている。光学式マウスの一部に、 アンやア研を用いるものが存在する。このタイプのマウスは、透明なガラスの上や、大理石、漆塗りなどの光沢面でも使用することができる。高校生のための光学顕微鏡講座、マイクロバイオメカニクス研究室、上村研究室、中央大学理工学部生命科学科、2016年10月20日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2018年11月13日閲覧。油、信用の高回光数を持つものなどでは、車高プレートの前にクレーター上ミラーを配置するなどして、効率よく照明光を高回光数成分に変換するよう工夫されている。ANU マイクロスコープオプティックスフォレーザーダーク、フィールドイルミネーションアプライド2、ハイプレシジョン2ディメンショナルメジャメントオブスペシメン。 ディスプレイスメントリヒャルト・ジグモンディによって1903年に開発されたとの記述が見られるが、さらに古い例があり得る。ロバート・ M マクナブエグザミネーション・オブ・バクテリアル・フラジュレーション・バイ・ダークフィールド・マイクロスコーピージャーナル・オブ・クリニカル・マイクロバイオロジーボリューム4ナンバー3ピアニッシモ258から265 2011年6月3日閲覧 シンプルダーク、フィールドマイクロスコーピーウィズナノメータースペーシャル、プレシジョンマイクロセカンド、テンポラルレゾリューション、バイオフィジカルジャーナルボリューム98、ピアニッシモシモ、2014-2023、2016年3月5日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年6月3日閲覧、アンシーヤ10日電子顕微鏡を基本用語集、日本電子、 2018年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月13日閲覧。高エネルギー加速器研究機構神戸大学、国立癌センター、乳癌早期診断を目指す二次元、三次元、X 線屈折画像化技術の開発。高エネルギー加速器研究機構。2005年10月17日。 オリジナルの2008年1月13日時点によるアーカイブ。 h t t p s w a v e a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 8 0 1 1 3 1 4 1 8 4 7 h t t p w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  k e k j p j a n e w s p r e s s 2 0 0 5 b r e a s t c a n c r h t m l 2 0 0 8年2月10日閲覧 ありがとうございます。